カウントダウン TV のご覧の皆さん、こんにちは、ファイヤー山本です。ファイヤー、ファイヤー、決まったー。この5カルテットやばくねえか。お祭りや、今日もお祭り騒ぎやで。やばくした。字も読めねえ、顔も気持ち悪い、醜いボディ、口臭い、小さいポコチ。あそれより何かもないわ。俺のコミュニティに女がいない。キャロル、キャロル、これキャロルだよな。君の手を引くその役目が僕の使命だなんてそう思ってた。だけど今分かったんだ、僕らならもう重ねた日々がほら導いてくれる。あの人優しいよ。あー、いっちゃった。ドーン！気持ちいいぜ。監督が無能でも選手が言うのなら勝てる。この試合は学べるものがほんま多いわ。
せよ、しゃべろ。あれが儲かるっていう話聞いてから、わしはこのクラブ買ったんや。せやのに何や、困るかも。ほんま許さんこと言うな、そこは。ほんま行ってまうぞ。心も包茎、そろそろ一皮むけようぜ。とりあえず卑猥なことを話さないことを徹底していきましょう。不快な表現をしてしまい申し訳ございません。以後もう少し考えてコメントさせていただきます。以上、取り急ぎの謝罪まで。なぎこさん好きだよ。ファイヤー山本さん、下ネタはダメじゃないんですけど、もう少しオブラートに包んでください。